スのカウンターの起点も潰そうという。しかし斉藤学、さあ1対1、反則ことの1対1、斉藤学後ろから当時がいった、斉藤学シュート打てるか、シュート打った、決まった、個人技で崩した、カウンター炸裂、斉藤学素晴らしい1対1の突破、反則校をかわし、庄司の追走をかわし、キーパーをよく見て流し込んでいきました。いやーすごいドリブルでしたね。素晴らしいですね、はい、これがモンバイレス監督の話す決定的な仕事、間延びするとマリノスなんですよね、やっぱりね、はい、一人で行ける人がいるので、まあこれもちょっとしたミスからでしたよね、ここがバックパスがうまく通りませんでした、このドリブル。